海道800野鳥和装備情報局。素敵なことがきっと起きる、新しいあなたにドリームカムトゥー。さあ着物で広がる夢、心躍る。第52回大江戸800野鳥和装備情報局のお時間です。本日は勇気の小部屋ということで、私高野勇気がゲストをお招きしてお送りしたいと思います。私本日は、先々月のゲストの山中一馬先生の能の舞台に行ってきました。いや、日本文化にまた触れることができてとっても楽しかったんですけど、やっぱりアルファ波の音で眠くなってしまう、そんな舞台でしたが、すごく勉強になりました。じゃあちょっと私のお着物紹介をさせていただきたいと思います。本日のお着物なんですけれども、辻ヶ花のお花でまとめてみました。帯はこんな感じです。いかがでしょうか。すいません、今日ちょっと MC 初めてなんでドキドキしてるんですけど、何かね間違っちゃったりするかもしれないんですけど、ゲストの方に助けてもらいながら1時間頑張っていこうと思います。はい、じゃあさっき教えたあれいきましょうか。はい、いきますか。いきますよ。はい、大江戸800野鳥和装備情報局。1、10、100、1000、10ということで、はい、最初の CM いってみましょう。せーの、 CM タイム。日本がもっと好きになる月刊情報誌和の生活マガジン花咲く。春夏秋冬、四季折々の和の魅力をたっぷり満載。着物、和食、アート、催し物などなど、日本の伝統文化を切り口にとっておきの情報と旬の話題をお届けしています。着物をもっと楽しみたいあなた、日本文化をもっと知りたいあなた、花咲くはそんなあなたにおすすめの雑誌です。月刊情報誌和の生活マガジン花咲く。ご購読をご希望の方は全国の有名呉服屋さん、または花咲くのホームページからどうぞ。ちょっと提供を言い忘れましたので、ちょっとお伝えさせていただきたいと思います。提供は PR 現代和の生活マガジン花咲く様、山ちゃん着物相談会山本様です。協賛は株式会社結婚しましょ、株式会社メリーポピンズ、美人区都企画、和装備イベント大江戸和神隊、和神学会、和神研究会、シャイニング輝く女性づくりの会、浅草のスカイツリーが見えるカフェで英会話、日本伝統文化を伝えましょう。理念は和と和を重んじる心、日本伝統文化を着物と和髪を通して未来につなぐ活動、さらにテレビを通して世界中に広げてまいりますということです。では本日のゲストをご紹介します。私のここの友人でもあるんですけれども、石山千佳ちゃんです。はじめまして、石山千佳です。よろしくお願いします。ではでは千佳ちゃん、はい、早速ですが、はい、自己紹介をお願いします。はい、ゆうきちゃん一家、ゆうきとは、高校時代から今ご紹介いただいたように同じで、バトン部でね、うん、ずっと一緒に3年間そうですね汗と涙を、そうなんですよ、汗と涙を本当に涙が多かったですかね。よく私はすごい多かったんですけども、うん、で、うん、ずっとやってきた中で、大学は別々 で、うん、で私は日大の芸術学部っていう、江古田っていう西武線の駅なんですけど、うん、そこにある日大の芸術学部演劇学科っていうところに入りまして、うん、今まで高校まではずっとダンスとかをやってたんですけど、はい、大学からちょっと演劇の方に方向転換しまして、でそこからずっと卒業しても今まで演劇をずっとやってます、うん、はい、はい、
そうですね、高校時代はお互いバトン部で活動してましたけど、うん、そうそう、まあね、踊ったり野球のね応援をさせていただいたり。暑かったね。暑かったですね。本当に死ぬほど厳しくてですね本当に死ぬほど厳しくてお風呂5分とかね。そうなの、夏にね合宿があるんだけど合宿のねお風呂が短時間で全員入らなきゃいけなくて、そう、女の子だけの部活ですからね、ほぼほぼ。ね、で上下関係がまだ厳しいから、そうです、ね、先輩とかはね、はい、ご飯の後にゆっくりもう何十分でも時間かけて入れるんだけど1、2年生はね、まあうん、合宿の最長お風呂5分と、しかもね入って服着替えた時、着てる時からストップウォッチで測られて5分みたいなね、扉を閉めた瞬間から始まり扉出るまでが5分で、そうだからお風呂の浴室入ってんのね、うん、3分ぐらいだよねきっと。本当にもう本当死ぬほど厳しい部活で2人とも頑張ってきたわけですけど、はいはい、まあね、そんな中、踊りは、まあ、2人ともっていうか、まあ、一緒にやってたわけですけど、そうそうそう、でちかちゃんは理系の学部だったのにそうなんです、急に ね有名、まあ、あの有名な日本芸術大学通称日芸、はい、例えばね佐藤隆太さんとかね、爆笑問題さんとか卒業されてるようなね、そうそうそう、日芸に、ね、爆笑問題さんは本当に直の先輩、そうで、神ではないですよだいぶだいぶ後輩ですね、だいぶ後輩ですけど、そうなんです。で、それでですね、最初演出コースっていうところに入ったんですよ。そうなんですよ、なんか日芸の演劇学科っていうのがあるんですけど、うん、演劇学科の中にコースがいっぱいあって、はい、その私が入った演出コース、はい、演技コース、養部コース、うん、日部コース、はい、照明コース、はい、装置コース、そんないっぱいあるんです。そうなの、劇作コース、はい、私たちが入った時は理評コースっていうのがあって、多分これだけ、うん、まあ8つですね、あるんですよ、はい、すごいいっぱい細かく分かれてて、うん、で演出コースっていうのはどんなことをされるんですか？もう演出コースはひたすら戯曲を読み、うん、はい、その戯曲をどういう風に演出するかっていうのを考えていくっていうのを実技の授業、座学と実技があって、うん、実技の授業はもうそれをひたすらやっていって、はい、どういう風に演出すれば、はい、その形作れるか、この戯曲が、はい、っていうのをやっていってるはずなんですけどなんせ1年間でコースを違うところに変えてしまったの で、ね、最初なぜ演出はなぜ始めたんですか？ね、私高校まで演劇に携わったことが一度もなくて、はい、そう、高校までは物理コースだったんだよね、うん、そうですね、はい、そう、物理でだから理工学部に行くんだろうと私も思ってたんですけど、まあ物理とか数学とかが、はい、もうこれ以上大学行ってもやって、はい、ちょっと私絶対学校行かなくなるなと思い始め、はい、もうやだなって思ってて、はい、でパンフレットがあるんですよね、大学のね。そうですね、どこ行こうかね。そうそう、それを見てる時に日芸の芸術学部があるよっていうのを、そうですね、そのパンフレットでして、それまで知らなかったの、うん、で知って、え、何これって言って、写真もなんか舞台、はい、上の写真とか、はいはい、あと装置の写真とかいろいろそういうのがあって、はい、何この学部面白そうって言って、うん、もう私ここにするって決めたからっつって母親にも言っちゃって、はい、何言ってんのみたいな感じで、うん、お母さんと先生、うん、学校の先生が2人で話をし、はい、みたいなことが起き、でも私も決めたからみたいな感じになり、はい、でもそのまま押し通し、もうこの子1回言ったら聞かないからみたいな感じで、母親もなんとか説得して説得したのか諦めてくれたのか分かんないんだけど、それで、まあ、日芸に行くってなったんだけど、うん、行きたいっていうことをなったんだけど、 そこでなぜ演出かというとですね、まず本当は養部コースに行きたかったのねうん、なんとなく分かりません、ね、私たちダンスやってたんで、ね、ダンスやってきた、うん、そう、ダンス始めたのが小学校の中学年ぐらいかな、うん、からバトンとジャズダンスを始めていて、はい、でそこからまあちょっとブランクあったりしながら、うん、ジャズダンスをメインでやったりとかしてたんですけど、うん、そう、それで養部コースに行きたかったんだけど、養部コースって、はい、コンテンポラリーとかなのよ、うん、日芸の、あの自由創作みたいな感じのダンスのことですね。モダンダンス
ていうやつで、はい、それってクラシックバレエを崩したっていうのもあれだけど、まあ、まあ、そんな感じですよね。基本みんなトーシューズ履ける人ばっかりなの、うん、来るのが、なるほどね、入れるのが、はい、どっかのバレエ団に入るんじゃなくて日芸の養部コースにしましたみたいな感じの人なのよ、うん、じゃあ腰部はちょっと無理だから、そうそうそう、まあなんとなく演出にするかみたいな。でもやっぱり舞台に関わりたかったの、はい、学部的に。だから演劇学科がいいってなった時に、うん、でも演技はやったことないし、はい、じゃあどうするよっつってなって、でも他のコースが装置コースとか照明コースとか、うん、すごい専門的なことばっかりやるところだったから、はい、じゃあ演出コースならちょっと視野が広いしそうだし、はいはい、っていうことで演出コースに入ったっていうのが演劇への第一歩だった。一歩ですね。でそこから1年で、演技コースに移動するんですよね。そう、その時があれなの、なんかね、演出コースの中でやっぱり演出する人と実際に舞台上というか実習でやる側と両方やらなきゃいけなくて、はいはい、でその時に友達が演出するってなった時に、はい、じゃあ私やるねって言って、はい、こうセリフを言ってみたり動いてみたりっていうした時に、はい、何これすごい楽しいんだけどって思ったのがきっかけで、うん、あ、私演出コースじゃなくて演技コースだなって思って、うん、そのまま演出コースにいたまま演技の勉強もできるっちゃできるけど、うん、もうここまで自分振り切れたから演技コースに行っちゃった方がいいなって思って、はい、1個下の代と、うんうん、そう1個下の代と一緒に演技コースへの受験を3月じゃないか、何月だ、まあ受験期ですよね、まあ1月ぐらいですかね、はい、しでそこで一応 OK 出て、はい、演技コースに転校するっていうことをしました、うん、そうですね、うん、で演技コースに転校してから、うん、なんかちょっと日芸って逆にね、うん、私とかはなんだろうな、文芸学部で普通に座学で勉強してたので、うん、何の勉強をするのかなとそうだよ、なんか面白かった大学の授業とかってあります？なんかやっぱ実習が本当に面白くて、はい、そうだな、なんかね、いろんな学部、うん、芸術学部の中にいろんな学科があるんだけど、はい、演劇学科が多分一番なんかちょっと変な感じの、うん、人が多くて、はい、授業もなんかやっぱりこう動けるっていうのももちろんだけど、うん、はい、内面、はい、動く時の体の中身とか心の状態とかそういうのもすごい気にしながらやったりとかするから、なんかね、木にねすごい覚えてるのが私これなんだろうと思ったんだけど、太い木が、はい、あの学校にいっぱいあって、うんうん、それに抱きついて木の中の音を聞けとか言われるの、ね、それで木の中の音を一生懸命聞くわけさ、こっちは初めて演劇やるからさ、うん、すごい一生懸命聞いて、なんか水の流れてる音が聞こえるような気がするとか言っちゃってんの、はい、みんな、はい、でも聞こえてたのかちょっと 今思い出せないんだけど、まあ、気持ちになったんでしょうね、そうそうそう、皆さん木の気持ちにね、 木と一体化してみたりあとね、すごい覚えてるの、なんかみんなで円丸くなって円を作って、うん、真ん中に一人置いて、その子に向かってみんなであーって声を出してると、はい、その真ん中にいる子の体が温まっていったりとかする、うん、それはもうあの音波、へで実際本当にそれはなるやつとか、うん、あとはもうひたすら戯曲をやってみて新スタディみたいなことをしていくんだけど、その中でも一番面白かったのは櫛田和義さんっていう演出家がいるんですけど、何やってましたっけ、ごめんなさいちょっとあんまり、ね、櫛田さんってあの自由劇場っていう六本木に、はい、ちょうど私たちの母の世代の時、うん、母が若い頃にすごいあの六本木界隈の劇場で、はい、こういろいろ活躍されてて、今ももちろん活躍されてる方なんですけど、櫛田和義さんという方が非常勤講師っていう形で日芸に来てくださってて、はい、その方のもう授業はオーディションだったの、うん、オーディションで受かった人しか、厳しい、そう、まあ、なんか演劇のオーディションってこと、そうそうそう、でやっぱすごい有名な方だし、うん、本当に面白い作品、うん、作る方だったから、はい、もう本当みんな大好きで、はい、みんなでオーディション受け、すごいなんとか受かり、うんうん、そうで櫛田さんの授業を受けたんだけども、うん、まあ
まあ面白かったけどいっぱい泣いたね。いっぱい授業で泣くん？授業中は泣かない、さすがに、うん、泣いたらもう何もできなくなっちゃうから、うん、泣かないけど、もう終わった後とかギャン泣きでしたね。もう悔しくて、そう、要求されたことができなくて悔しい、うん、なんかね、楠田さんってこう、例えば私がやったのはピノキオってあるじゃん、はいはい、あれのディズニーがやったやつじゃなくて、そうじゃない、もっと原作の方のピノキオを渡されて、はい、でこれをどこでもいいから好きなところ新スタディやってごらんって、はい、それを実際に何人かでチーム組んでそれを、はい、やってみせてっていう風に見せて、はい、毎回こう見せるわけよ、こうやって作ってきましたって1週間ごと、はい、うん、何それ、どこが面白いのみたいな感じなの。わ、もうね、本当見てるものが違いすぎるっていうか、もう私たちができなさすぎて、うん、はい、どこが面白いと思ってそれやってみたのって言って、こうこうこうだと思うんですけど、うーん、そうかな、それあんまりできてないよねみたいな大変、うん、でもなんかすごいそれで力がついた気がする。なんかね、こう自分で考えてることが、はい、楠田さんがやると、うん、あ、そう、それやりたかったのみたいなのとか、あ、なるほどね、そうやった方がそう見えるんだとか、はい、あ、その発想なかったなっていうのとか、もう本当に何から何まで楠田さんがポンってやってみせることが、はぁってなることが多すぎて、うんうん、なんかすごい時間だった、あの時間は。そこでまあいろいろ学んで、うん、まあなんか私の記憶だと、その大学4年生の時に卒業制作は主役で、主役を張って卒業されたような気がするんですけどそんなことはないんだよ。でも主役でしたよね。いや、そんな、星の王子様の王子様をやってたような。いやいやいや、王子様やってない。なんかね、なんか軍、その加藤直さんっていう、はい、そのこれまたちょっと演劇界隈では結構有名な演出家の方がやってくださったんですけど、はい、その加藤直さんがやるやつって、やった星の王子様っていうのが、うん、王子様一人で、はい、あとは飛行士、はい、飛行士がいっぱいいて、うん、でその飛行士がいろんな役もやりつつ、はい、飛行士の役もやりつつ、他のあのいろんな、なんだっけ、うぬぼれ屋とか、うん、なんだっけ、あの酔っ払いみたいな役とか、はい、いろんな星に王子様が旅する、いろんな星の人を、はい、を演じてってみたいな感じのやつで、はい、まあ、その中の一人的な感じでやったんだけど、はい、そう、それも大変だった。それも大変。そう、卒業制作ではなかったんだな、あれ。違ったん？そうそうそう、卒業制作の一個前だったのかな。あ、ごめんなさい、感じ。いえいえ、そうそうそう、そんな感じでやってって感じだかな。でまあまあなんで卒業されて、 そこから割と小劇場をちょっと転々としてましたよね。そうなんですね。まあ、下北だの、江古田界隈なので活躍されて、その後なんか私の中であの、うん、宇宙の作品で、あ、その星新一のショートショートだね、星新一のショートショートに出てから、なんかまたバンと上がったような気がするんですけど。 ありがとうございます。そう、星新一のショートショートはなんかね、昔蜷川さんのとこにいた演出の方が、はい、演出と、まあ、構成をされて、はい、まあ、若いのがいなかったのね、その当時ね。そこの座組に、うん、そうでしたね。いろいろちょっとやらさせてもらい、はい、すごいいい経験をしたと。そうですね。そこでなんか渡辺えりさんの旦那さんとやってらして、そうそうそうそこから、よく覚えてんね、あの渡辺えりさんの何でしたっけ、ちょっとごめんなさい名前、オフィス30丸っていう、そうそうそうに出て、ゲゲゲの鬼太郎のね、そうそう、ゲゲゲのゲっていう、えりさんが20代後半の時に賞を取った戯曲があるんですけど、はい、それのオーディションがあって、はい、それのオーディションに行って、はい、受かりまして、なんとか、 なんとか。そういうのもやっぱオーディションってあんま私たちの中にない世界なんですけど。そうだね。どんなことやるんですか、オーディションって。その時のオーディションは、うん、最初にもうなんかね、2回ぐらいに分けてやったんだけど、うん、2グループいたから、はい、総勢何百人だか分かん、300
300人ぐらいなのかな、はい、300人もいないか、300人ですよ、結構すごい、うん、300人分の20ぐらいですの話ですからね。そうだね、はい、でそれの時にまずこう全体に振り写しがされて、はい、ダンスので振り写しがされて、その後じゃあ順番にって言って 5,6 人ずつ舞台上に上がって、うん、その振り写ししてもらったダンスを踊り、はい、エリさんの時はその後にそのまま、うん、結構エリさんの劇団ってこうバク転、男性とかだとバク転とか女性も側転とか、うん、飛び込み前転とか逆立ちして歩くとか、そういうなんかアクロバティックなものを要求される劇団で、はいはい、でそのままマット運動をどうぞって言ってやって、私も側転とかロンダートとかやり、うんうん、でその後に劇の中で結構歌を歌う、うん、ミュージカルじゃなくて音楽劇っていう部類のやつなんですけど、はい、それをやるので歌を歌うっていうのをやって、で最後に事前にもらってた戯曲のワンシーンを劇団員さんと、うん、はい、相手役になってもらってやるっていうのをやって、はい、最後に面接をしておしまい、まあ、結構長いプロセスを経て、結構長い、午前中だな、午前中ぐらいから集まって終わったのがもう夜遅かったと思う、で合格すると、急に合格発表みたいな、なんかじゃあ後日改めてご連絡しますってその日は言われ、はい、解散になり改めて電話が来合格発表で、なんかこう多分それだと役的には群衆の一人になるような形なんですね。そう、そう、ただその時ゲゲゲの時はこう基本群衆って戯曲に名前載ってない役とかがほとんどなんだけど、はい、その時はその後のエリさんが多分ワークショップがずっと続いて1年間ぐらい、はい、それを見てくれて一応役をもらい、そうですね、結構一番群衆のトップを歩くような、そうだね、そういうのやらさせてもらって、うん、あの馬淵絵里香さんっていう女優さんが、そうですね、あの渡る世間とか出てらしたね、あの方にいじめられるっていう人の役をやって、なんかそうそうそう、割とあの小学生の役だったんだけども、はい、こうクラスの中の女の子でこう、うんうん、なんだろう、ちょっと優等生っぽい感じで、はい、そんな感じでしたね、はい、みんなちゃんと座ってみたいな、うんうん、授業始まるよみたいなことを言う女の子みたいな、はい、でもなんか戦いとすぐ泣くみたいな、うんうんうん、そんな女の子の役をいただきやらさせていただいて、もうそれはほ、うん、ゲゲゲの芸は本当に私にとって大きな舞台だったので、うん、そうです、うん、会場もすごく大きいところでしたもんね、そう、高円寺のザ高円寺っていうところがあるんですけど、うん、そこの一番大きな劇場でやらさせてもらって、そう、あれはでもやっぱ悔しい、今楽しいことももちろんあったんだけど、はい、もうやっぱり悔しいこともいっぱいあって、初めてエリさんのところでやって、やっぱりエリさんってすごいのよ、いや渡辺エリさん本当にすごそう、本当にすごいの、はい、なんかなんだろうな、もうやっぱご自身で書かれてるっていうのもあるのかもしれないけど、はい、演出するしたいことがもう頭の中にもうパンクするぐらいに入ってて、これもやりたいあれもやりたいって言って、それをじゃああなたたちやってって言ってもうやろうとするんだけども、こうエリさんが見てる最終形態ってわけではないけれども、見てるものと私たちが持ってくるものの差がありすぎて、そこでもやっぱり串田さんの時みたいに、でそれをどうにか、でもやっぱり同じ舞台に乗るわけだから、それをもう1年間かけてワークショップして、1年間かけてまずエリさんの戯曲、そのゲゲゲの芸を理解するっていうところから始まり、でどんどんシーンを作っていって、でうちらだけのシーンみたいなタップやったりとかっていうのもあって、でそういうのをやるんだけど、こううちら一生懸命やってるつもりなんだけど、もっと死ぬ気でやって死ぬ気でやってっていうふうに言われて、そういろんなことを教えてもらった。なんか普通の小劇場よりももうなんか顔の使い方とかからこうちかちゃんがね変わっていくというか、なんか前見たちかちゃんじゃないなみたいな形でこうね、なんかねもうとにかく顔の筋肉の細部まで使うみたいな感じでしたよね、イメージ。なんか普通の現代劇じゃなくてエリさんのって、はい、あの夢の中のお話とか、うん、
が結構多くて、もうそうなると夢のな現実じゃないようにやっぱりやらなきゃいけないから、はい、うん、結構変顔っていうぐらいの顔をしたりとかこれは人間の動きじゃないねみたいな動きとか、うん、それこそやっぱ身体能力がないとできない感じだった、うん、で、ね、ゲゲのゲを出て、うん、その後もなんかその後下北沢の本田劇場で出たんでした。そう、本田でやったのは天使猫ちょっとどうするんだね。なんかね、ヒットがね、天使猫もそうだよね。天使猫何個かやったんでしたっけ。あ、違う、天使猫はもう一回高円寺でやったんだ。その後の赤い壁の家っていう、そうでしたね、やつを下北沢のね本田劇場でこうちょっとどん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 ちかちゃんがステップアップしてってて、ありがたいことにやらさせていただき、うん、その赤い壁の家の時は全国ツアーで回って、うん、9カ所かな全国行かさせてもらい、はい、はい、そういろんな経験をさせていただいた。9カ所も回ったんですね、あの作品でね。そうなの。またね、衣装のなんかチーフみたいなことをやることになり、あ、そうでしたね、そう言ってましたね、はい、なんかそう劇団って大きななんかプロデュース公演とかなんて、はい、別なんだけど、劇団だと若手が衣装やったり装置やったりっていうスタッフ作業もやるわけ、うんうん、そうするそれで私は衣装を担当することになり、衣装こう管理とかしたんだけど、うん、まあ大変で、こうネックレス一つから管理するってことですか、うん、イメージは、ね、イメージそんな感じ。カツラもカツラはカツラの人がいるんだけど、うん、履き物もあの時は別だったのかな、うん、でも着てるもの、うん、衣類は全部管理、はい、洗濯から乾燥から、そこまでやるの。そこもやるのよ。え、結構有名な女優さんとかも出てたりとかして、出てた。その赤い壁の家の時は高岡早紀さんって、あ、高岡早紀さん出てましたね、うん、はい、まぶちさんも出てたし、そうそうそう、中川さんと、そうだ、ね、ミュージカル界のプリンス、その中川秋典さん、うん、すいません、うん、が出てて、はい、そう、本当にその衣装を管理するってことですもんね。洗濯もするんです。そう、洗濯もして乾かして、ああ逆にああいうのって洗濯何回に1回してんだろうとか思いません？皆さん。そうだよね、そうですよね、うん、インナーざくみによると思うんですけど、うん、インナーとか割と結構してると思うでも洗えないものってやっぱあるわけ、うん、もう塗装が入ってるものは一切洗えないから、はい、もう天日干しだね。でもそれもちゃんと干してあげるんですね。干すやっぱ匂っちゃうからね、うん、もうしょうがないのか、みんな臭い中やってんのかなっていう印象もちょっと実感持ってました。なんかね、女優さんのね、はい、衣装絶対汗かいてるはずなのにめっちゃいい匂いするからね、女優さんすごいですね。やっぱプロはそこまで気を使ってるってことですよね。逆に言えばね、匂っちゃうんだと思う、いい匂いがしちゃうんだと思う、うん、香ってるもん、なんかそれは全員いい匂いがするってことです。まぶちさん、こんなこと言っていいのかな、まぶちさんほんといい香りするのもうね、衣装がねいい香りすぎてちょっとね癒される、ちょっとにおね、クンクンしちゃうような感じ、クンクンしちゃいそうになっちゃうちょっと危ないね、これね。そう、でもね、そういうのってちょっとね、私たちもわからない世界だと思うので、そう、内緒だよとか言って言っちゃってるし。でも、もう衣装は何着ぐらい、いやもう100ぐらい、でも着替えてばっかりの舞台でしたもんね、私すごい。もう特にエリさんの舞台は着替えが多くて早替えが多くて、それこそ着物もあるわけよ、うん、そうだ、着物で踊ったりとかもしてます、ね、そう、着物の早替えとかあれすごいの、こういう風にこうやって一から着ると、うん、私たち20分30分かかりますね。なんだけどもうね、10秒とか15秒とかで着替えなきゃいけないわけ着物に。そうするともう、まあ、地のやつはもうパッパって、洋装はもうパッパって脱げるようにしといて、まあ、想像できますね、うん、その後の和装になるときはもう全部この形、この形を、ここね、ここの形ですか、ね、この形を帯が着物にくっついた状態になり、うん、で これをパッパってやるとマジックテープで止めるわけですよもう端折りとかも全部作ってて作った上でペッペッって止めて、でここにプランプランってしてる帯、はい、もう着物くっついてるから、それを枕もくっついてるんですか、枕も全部くっついてる、はい、もうこの状態のまんま、はい、だからこ切ってあるんだけど、それをペッてマジックテープでまた止めるとここもマジックテープ、そう、出来上がるっていう。だから帯もお太鼓とか作った状態でくっついてて、うん、はい、でなんかね、
この後ろの方、後ろの方の帯をベシッと切ってある、うん、だからねもう使えないの多分一生一生使えないんだけど、まあね、その衣装としては使えますけどね。そう、はい、もうもう一回じゃあこれを普通の帯として使いたいって言っても無理な感じで、はい、この辺からバスッと切ってあってこう巻いてパチッてやると出来上がるっていうなるほど、そういう細工がされてるから15秒とか20秒で和装になって出てこれるの。そうか、そうそうそう、そういうの結構ね分かんないなと思う、おーおーって思いながらね皆さん見てると思いますけど ね、そんな七不思議がある。そう、そんなことがある。まあ舞台裏はまあまあ大変、まあ、大変いろんな人が走り回り、うん、着替えまくり。そうですよね、なんか、うん、まあねそう衝撃、まあ、まあそこは小劇場でもないですけど、うん、本田劇場なのでそこでもそんだけの速さで頑張らなければならない。そう、またねこう着る側と着さす側の息が合わないと、ね、演劇しながらちかちゃんそれやってるわけですから ね、 そうだね演劇も結構自分も早替えで頑張ってやってました。自分も早替えしつつ、うん、自分が出てない時は人の早替えを手伝いみたいな、うん、まあね、本当にそうよくやってるなっていう、うん、皆さん最初ね頑張ってメイクするんだけど終わる頃にはすっぴんですかみたいな汗が半端ない、うん、それが頑張って舞台をやってらっしゃるそうですね、まあ、でもそれが楽しいということですね。楽しいね本当に。こんななんでこうなったかね本当だってね私結構ちっちゃい頃からやってれば意味はわかるんですけど、うん覚えたらねね、急に18からこう、ね、ふつふつと思ってるとかもまた別だと思うんです、うん、急に18からピンっていった人はね私チカちゃんぐらいしか知らないです。そうですね、なかなか結構みんなやってる子ちっちゃい時からやってるもん ね、 そうですね、かじったりとかは ね、 ねあそんなチカちゃんですけど次回の舞台は何か決まってるんですか。次回は舞台お芝居ではなくてですね、はい、今度はダンスをちょっとダンスの方をちょっとやることになりまして、うんはい、でまたこれがちょっと福井っていうちょっと北千住からだいぶ遠いところなんですけどでもね、はい、北陸新幹線もできましたし、そうだね、はい、ピュッて言って、はい、福井の文化会館大ホールっていうところで3月の20日の日曜日に、これまだ詳細が出てなくてですね、はい、お昼頃に1回公演なんですけどわざわざ福井まで、そうなんです、前日に前乗りし足やりということで、はい、行きます、うんね、まだこれからリハーサルが始まるから来年かな、年明けてからリハーサル始まり、ね、やっていきます。これからはじゃあどうしていきたいとか将来の夢とかは何かありますか。将来の夢、もうこんなこと言ったらあれですけど、はい、ちょっと串田さん、はい、もうエリさんも自分の親世代じゃないですか、はい、それはそうです、そうですよ、ね、もちろんいつまで、いつまでこう、はい、ね、うん、現役で活躍されるかわからないじゃないですか。それはそう、もうだからもう一刻も早く、はい、あのお二方と共演、はい、もう一度共演が、共演、エリさんとは、エリさんはね一度、うん、でもニートさんとかその群衆ではない、はい、ちゃんとちゃんと出演者っていうか出演者なんだけども、はい、なんていうんですかね、こう群衆じゃないちゃんと対等な関係でお芝居共演を舞台上でしたいなっていう思い、うん、で串田さんとももうね本当にあの時間は素晴らしい時間だったので、はい、もう絶対絶対串田さんともやりたいもうね石山地下ってこうね大きな太人になるってことですよね。そうだね、フライヤーでね、あのこうパンフレット ねそう なるように、もっと大きな劇場でってことです。うん、多分あの方々がやる。でもね今ねエリさんやってるの鈴なりっていう、はい、もう昔からある劇場、下北沢の、はい、そこでやってらっしゃるそうで、串田さんはちなみに文化村のシアターコクンというところで、はい、今ひょっこりひょうたん島やってらっしゃるぜひぜひ私も来週見に行くんだけど、楽しみです。すっごい楽しみ、面白いらしいですよ、はい、そうお二人といつか、はい、いつか共演できるように。そうですね、私もちかちゃんの追っかけをもう早何年とやっておりますけど、いつもありがとうございます、はい、これからもね、はい、追っかけていきたいと思います。ありがとうございます今日はゲスト石山ちかちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで歌のお時間です。今日は一太郎さんの僕らのストーリーという歌です。私も先日一太郎さんのライブに行ってきました。
もうねピアノが上手な男性なんですけど、私たちと同い年のあら、まあ、ピアノの演奏に酔いしれてください。どうぞ。
一太郎さんの音楽いかがでしたか？私この前宮子さんのクリスマスパーティーに行ってきまして、一太郎さんともう一人音楽こちらでかけているモンブランさんの演奏を聞いてきました。お二方とも、ね、やっぱりとっても上手で、まあ、これからどんどん成長していくんだろうなって思っております。ではここで CM のお時間ですいきますよ、 CM タイム。CM は山ちゃんの着物相談会でした。毎週月曜第2月曜日に、東銀座にある妖精の館にて行われております。興味のある方ぜひ行ってみてください。それではちょっと私の方の告知をさせていただきたいと思います。今日はね、こちらにちかちゃんも見えると思いますけど、私の作ったつまみ細工を並べさせていただきました。すごいかわいいね。ありがとうございます。器用本当に。そうですね、ここ1年ぐらいですかね、つまみ細工の講師を取らせていただいて、今は、連力館の跡地のシダックスのカルチャー教室や、自分でお教室、妖精の館でお教室を開かせていただいたりしております。お正月に差し迫って、そうだね、お正月の着物飾りなんかにもいかがかなと思いまして、これなんかもね、かわいい本当に。これショールピンになってるんで、マフラーを留めたりするのにとても可愛らしく本当だ、ね、できるかなって思ってます。何分ぐらいで作れるのこれ？これだいたい1作品2時間目安でやってるんですけど、お教室なので私これ布はね1個ずつ切ってキットを用意させていただいて、皆さんに配って作ってもらってるんですけど、まあ、つまみ細工って一応ちょっとだけ説明させていただくと、四角い布をねこう折り紙のように折って立体的にしてってやっていくような。四角なんだね。そうなんです。四角の紙をこう折ってね、まあそこはお教室に来てもらえば分かると思うんですけれど四角い紙を折って、こうでんぷんのりでつけていくような。へえ、そうなんだ。でんぷんのり、でんぷんのりでつけてるので、まあ昔からある日本伝統文化として、いいね。そう、今も朝ドラの初期にそういうの指してたと思うんですけど、江戸時代ぐらいからつまみ細工ってやあるみたいですね。かわいい、それは本当お正月ね。お正月かさ、ちかちゃんの持ってるのは重ね梅なん、梅の柄な、お正月にぴったりなんじゃないかなと思っております。また1月2日になるんですけど、我が身学会の何人かで目黒雅叙園で行われる着物ファッションショーに出させていただきます。私も一応出ますので、モデルさんでね、出させていただきますので、1月2日目黒雅叙園14時半からですね、お越しいただければと思います。一応他にも縁日とかも出ているみたいなので、ぜひぜひお越しくださいませ。今日ちかちゃん来てみていかがでしたか？
いやなんかあっという間だった。本当に ね、あっという間でしたね。なんか始まる前はどうしようどうしようって言ってね、うん、どうしようって言って、お互い初めてだもんね。そうです、私も MC 初めてやらせていただきました。こんなラジオに出させていただくの初めてだったので、ラジオ、まあ、映像もあるんですよもちろん、ね、どうしましょうどんな顔で映ってるかは後ほど YouTube にてチェックしていただければと思いますけど、ぜひぜひ。楽しかったですか？楽しかったです。あっという間、本当にあっという間本当にあっという間のお時間が過ぎてきたわけですけれども、うん、私たちね明日もそうなの、実は一緒にそうなんですよ一緒に ね同じバトン部の子の結婚式に行くんですけど、もう本当に本当に結婚式続き、続々と結婚していくね。そう、続々と結婚式続きで、うん、もう残すメンバーは高校とまあねって、あと数名だよね、まあ、本当に数名になっておりまして、本当どうしていこうというさなかではありますけれどもそうなんです、皆様周りどうですかもうそうです ね、まあこのちょうどね適齢期と言われてる年ですから ね、12?11?11 いて残り4とかですどうするどうする本当にどうする。でもね、なんか私たち割と2人は結構自由に ね、 そうだね、本当自由だね。どちらかというと自由な人が残ってるっていう現状ですね。確かにそうだね本当そうだと思う本当にだって結婚して子供いる組と独身、ね、全く独身と真っ二つだもんね、はいはい、そうですね。私演劇をやって、私なんかこう着物でいろいろ活動させてもらって、自由人が自由だと、自由人の根気はいつになるやらねどうなるかね、そうなるかね、そんなことも考えながら年の瀬そう年の瀬を過ごしていただきたいと思います、はい、また次回の、まだ次回は今年ですね、ん、あと次回の放送で今年も最後となってしまいますけれども、早いね、1年、本当に1年が早いですね、あっという間の、本当にこういうこと言ってるとおばさんになったなって思っちゃうんだけど、あっという間の1年ですまたね、来年ももっともっとパワーアップして、ね、ちょっと結婚も頑張りつつ、着物はもっと頑張りつつで過ごしていきたいと思いますので、皆さんも良いお年をお迎えいただけたら幸いかなと思います。はい、次週はまた同じ時間、12月26日土曜日5時から5時50分次回の放送は大江戸八百八町和装備情報局、出演者は吉原六花町青年部長の不破敏郎様です。 MC はいつも通り林義生さんとなります。では次回のこの時間までごきげんよう。あれ忘れましたね、最後にやりましょうか、また1、10、100、1000、10。皆様さようなら、バイバイ、バイバイ、ありがとうございました。あ、高野ゆきでした石山千佳でしたごめんなさい、最後までバタバタして申し訳ございませんでは次回お会いしましょう、さようなら、さようなら。大江戸八百夜町和装備情報局、素敵なことがきっと